俺は今年成人式を迎えたのだが、昔からなんとなく両親と血がつながってないのではと思っていた。父親はいかにも外国人な金髪碧眼、身長190センチの大男。弟は父を小さくして東洋人を足して2で割った外見。俺は身長167センチ、黒髪黒目。顔は映画風に言うと平たい顔族。ガキの頃にうっすらと知らない老夫婦と暮らしてた記憶があるけど、あれって誰だろうなって話を両親の前でしたら、両親が、特に父親が明らかに動揺していた。親父は普段は日本語ペラペラなのに驚いたり焦ったりすると怪しい日本語になる癖がある。お、お兄ちゃん変でしょ、父ちゃんと一緒に初詣行ったでしょと、わけがわからないことを言い出した。いや、そんなこと関係ねえし、今のでごまかしたつもりなのか親父と突っ込みたい心境だったが、言いたくないならいいかと大人の判断をした。前に親父に俺って何人と聞いたら、なんでそんなこと聞くのさ、イギリスだよ、イギリス人、黒目黒髪少なくないないしとヘロヘロになりつつも、なんとなくイギリス人にされた。わざとっぽい片言のように見えたので、追求をかわすための片言じゃないかと疑っている。母親は一応イギリス人と日本人のハーフらしい。母に血縁関係のことを聞くと、いつも曖昧に多分とかだと思うとかさあと容量を得なかった。自分のことなのになんでって感じ。母の容姿は髪と目の色は焦げ茶に近い。俺と似たところは皆無。両親の出会いはイギリスで働いてた時だという。老夫婦のことはうる覚えだし、両親が話してくれないのなら強いて聞かないでいいかなと思ってますけれども、両親が健在でいてくれるうちに、なんで二人に育てられることになったのかだけでも知りたいなぁと。おそらくは実の子じゃないのに弟と分け隔てなく育ててくれた両親に感謝したいです。そしてこの先自分にできる限りの親孝行をしようと。成人式に参加してみて改めて誓ったことの一つです。